こんばんは、あつみ先生の工作チャンネル。今日は可愛い風車の飾りの作り方を紹介します。裏にも模様や色のついた紙を使うと素敵な仕上がりになりますよ。やってみてくださいね。もっと工作とか手作りおもちゃを知りたいときは、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。